はい、皆さんこんにちは、ちでございます。ドラゴンクエスト4ですね、やっていきますよと。さーっと並び替えしましょうか。なるべくレベルの若い方なんですけど、ブライさんとか、ま、ブライさんはあれだね、まだまだ、私か。で、クリフトさんだ。となるとクリフトさん、私、ブライさんか。まあでもブライさんいっか。ブライさん魔法唱えていいんじゃない？いや、もうピサロさんが強すぎてね、なんだかねってとこですね。さあ、もうここもだいぶ慣れてきましたね。トヒロスの効果あったのかな？あったのかい、トヒロスの効果。がきね、さあ作戦で、クリフトさん、クリフトさんは呪文使うんだね。ブライさん、ブライさん、んー、一応まあガンガンにしたら俺に任せろ。俺に任せろって何なんだろう。はい、あ、支援系か。俺に任せるにしましょう。バイキルト、俺に任せるじゃなくてみんなに任せるってないのかい？まあ私は怪獣類なんでね、そんなにガンガンしないんですけど。さあ、じゃあせっかくもらってるんでね。おお、すごい、俺に任せるにすればいいんだ。ブライさん、俺に任せるにすりゃいいんだ。なるほど、支援系とかにしてくれんだね。こらいいかもしんない。まあ今俺に任せるやるとガンガン使っちゃうんでね、呪文使うなで。はい、いっちゃいましょうね。一応まあ経験値欲しいからね、レベルが若いんでね、ブライさんね。さあ、行きたいと。でもトイロス効いてるかもしんないね。なんかそんな気がしてきちゃった。明らかに前回よりもいっぱい出てきたもんね。明らかに、敵がすごくたくさん出てきてますもんね。あー、ちょっとここで出したらもったいなかったかな。さあ、もう道を覚えてきましたよ。こっちね。で、こっちですね。で、ここ入って。あ、もういいでしょう。ダメか。いや、でもいいわ。
メタルキングでした。メタルキング、メタルキングもそうだね。あとプラチナキングでしたっけ。もう倒してないよね結局ね。あ、そうだ、それで思い出しちゃったけど、確かね、おー、これ久しぶりだ、みんな。冒険者じゃ62時間20分です。皆様お疲れ様でございました。お付き合いありがとうございます。戦闘回数は2256回。倒した匹数6448匹。全獲得ゴールド46万2872ゴールド。勝利回数2233回。全滅回数11回無視だね。逃走回数12回。一撃最大ダメージ360回。図鑑完成まであと11匹。称号尻に引かれたい。いや、ある種そうかもしんないね。エンディングまでの時間が44時間。あ、これはエンディングまでね。あ、そういう意味ね。おお、戦闘回数がエンディングまでの1370。ちょっと待って、今ほぼ倍や、倍もいかないけど、あれから1000回戦ってんのかい。倒した匹数3845、獲得ゴールド、あら、勝利回数かな、全滅回数10回ということは、あ、エンディングまでに10回全滅して、エンディング後に11回全滅してるのね。逃げたのは、あ、これちょっとね、いろいろね。321ポイント。勇者のレベル38。あー、ドラゴンキング。あー、まあ、尻に敷かれてるのは仕方で、敷かれてるかもわかんないね。さあ、これの並べ替えですね、これのね。まあ、ピサルさん、もうこの人不動だね。で、クリフトさん。で、ミニエアさんで、ブライさんかな。いや、ブライさんじゃないな。こうで、アリーナ姉さんか。いや、アリーナ姉さんと、ブライさんは同時参戦だね。たまごちゃんはね。はい、行きましょう。はい、いいですよ。さあ、呪文でフバーハです。あ、しまった、クリフトさん。しまった、なんかやってる、クリフトさん。何やんだろう、ザラキとか唱えたら怒るよ。あ、じゃあ呪文使うな、だからか。しまったね。あ、まあフワフワ入れてよかったね。入れ替えましょう。作戦ね、クルトさん、命令させるね。で、戦います。で、クルトさんはスクルト。で、あ、違うよ、ミニエさんが入れ替えだね。ミニエさんをどうしよう。ミニエさんを次に備えてアリーナさんにしましょう。呪文でスクルトね。ピサロさんも唱えるなりしてるね。あー、ダメだな、私は本当にボケてるね。で、あー、いや、バッチリ頑張るにしてるわ。あ、そうなのね。だったら入れ替えで、そうだね、入れ替えでアリーナ姉さんの代わりに私でベホマゾンするか。クルトさんはスクルトね、スクルトやっぱいりますね。で、私がベホマゾン。で、確かあれだよね、唱えてましたよね。よし、
ですよ。で、クリフトさんをアリーナ姉さんに入れ替えて、マーニャさんをブライさんに入れ替えて、ここでブライさんは呪文使わないって命令させろで、で、私必要ないね。ちょっと待ってね。ここにコリフトさん入れて、で、私もう必要ないんだね。私アリーナ姉さんに入れ替えて戦うで、コリフトさんは救うと、でアリーナ姉さんはそのままいくから、ブライさんがバイキューと、あ、違った、ごめんなさい。ごめんなさい。そうだ、私あれするんだ。なんでかと、波動を打たないといけないんだ。ごめんなさいね。クリフトさんの代わりに私だわ。で、道具で、ほんと揮発しちゃうんだね。ごめんなさい。ブライさんがね、まず先にバイキルトをアリーナ姉さんね。あら、まあいいか、このターン終わってるからね。あ、これがナルト当たんの？聞いてないと。これでどうしよう。ブライさん、そうだね、私がもういる必要ないんだよね。だもんで、まだこの経験値だったら入れ替えてクリフトさんに入れ替えて、クリフトさんがでスクルトね、でブライさんが多分ね、アリーナ姉さんね、ごめんなさい、アリーナ姉さんね、ちょっと命令させていただきましょう。で、クリフトさんがスクルトで、アリーナ姉さんはエクラニで、ブライさんがルカニをエクラニ、行くでしょ。お、聞いた聞いた。おお、これはいいじゃない。あら、またやっちゃった。いや、こうなったらね、入れ替えますよ。でクルツさんの代わりに私が入って、で入れ替えで、ブライさんの代わりにミニアさんじゃなくて、ミニアさん入れるか、ミニアさん入れて、あとはもうお姉さんに暴れていただきますと、天空の剣使ってアリーナ姉さんエクラさんで、ミニアさんはフバハ。あー、ちょっとまだアリーナ姉さん暴れてくんないね。あ、よかった。フバハがいい感じで聞いたね。もう死んだ、私が。いや、ちょっとこれはまずいな。入れ替えで、ミネヤさんの代わりにクリフトさんね。で、戦うで、アリーナ姉さんはエクラで、クリフトさんは、いや、ちょっとね、大事を取りましょうか。いや、いいか。アリーナ姉さん、かかってるはずだよね。ベホーマーじゃなくて、スクルトとかかかってるはずだから、ザオリコはだしね。暴れてくんないね。
入れ替えよっか。入れ替え、私がね、いや、私は唱えるか。アリーナ姉さん、バイキルトかかっ、あ、そっか、波動で聞いたんだ。となると入れ替えで、クリュウツさんの代わりにブライさんね。で、私一発ベホマズンだね。で、ベホマズンでアリーナ姉さんエクラで、ブライさんがバイキルトをアリーナ姉さんね。お、すごい、すごいけど一撃目だけか。あ、ブライさんよく混乱するね。じゃあ入れ替えで、ブライさんの代わりにマーニャさん、アリナ姉さんまだ行ってるから、あ、いや、私の代わりにクルートさんにしようかな。で、クルートさんはスクート、で、アリナ姉さんはエクラ。会心が出ないね。はい、でアリーナ姉さんエクラね。あら、ましょうか。クリュートさんをね、私で、私がベホマズンで、アリーナ姉さんはエクラ。お、倒した、これで楽だ。あれ、何あ、マーネさん回復させたのね、ピサロさんがせっかく私が入れてんのに。入れ替えでね、もう私いらなくなりましたよ。私の代わりに入れる人、どうしよう。あ、クリュートさんでもいいんだけど、ブライさんにしましょう。混乱ブライさんダメだ、混乱か。じゃあクリュートさんにして、きっとね、ピサロさんがあれ唱えますよ。ベホマをね。で、アリーナ姉さんね。すごいねすごい。これ誰だろう。あ、ライアン持ってこよう。入れ替え、ライアンね。クルツさんの代わりライアン、もうあとよろしく。はい、どうぞ。あ、バイキング取っちゃったね。じゃあ作戦でね、もうアリーナ姉さんはガンガン行ってください。あとどうぞ。お、今回思ったより早かったね。やっぱりチキーラを倒すと、え、どっち、あのブレスをする方を倒せばね、いいんでしょうね。
はい、私が上がりましたよ、52ね。一晩で7増えて2増えて、さあ、帰った。3しか上がりませんね。お気がそうと覚えたよ。何使ってみましょうか。さあ、ヘルメットいけるのかな。ああ、すっきりした。でもこれで冷静に議論が続けられるな。おし、来たちょっと待って、さあお前にこのステコパンツ本当かよいつあのヘルメットもらえんだ。次か、見せましょう。あ、とにかくステコパンツを手に取って見せたんだ。ハム、大真面目に言うのもなんですが、これは下げの一種ですね。通気性に優れてていいんですよ。群れなくて。あ、まあもちろん戦いには全然負けませんが、これ装備できるのはライアン・ブライ。どうやら私にも装備できるみたいです。あ、私できないのね。さあ、渡しましょう。あ、装備できないんだね。え？あ、びっくりした。とにかくさん206に上がるのかなと思っちゃった。いやー、騙されたな、今回。もう一回だね、これ。じゃあ、また次のパートになるんで、これで終わっておきましょうかね。で、次はもう、エクラさんらとやり始めるところから始めたいと思います。ドラゴンクエストも終わっておきます。やられちゃったね、これ。このパート。じゃあ、終わっておきます。どうもありがとうございました。